皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。5周年の塔やっていきたいと思います。青鬼オンラインやっちゃうか。塔地方にもなってない。最高。隠し部屋からブラブラしようか。これどうなんだろうな。これ本来はここにねヒントは書いてあるはずなんだけど、なんかのヒントあんのかな。これ本当に早い。いつも思うんだよね。確かここあっ、どうこの理不尽さ。今の見てどう思った。みんな今の見てどう思ったねえ、答えてよ。さあこっち行って外れですね。ぐおー。まあ基本的に拡散弾は回避不可って思った方がいいですね。あの近くで放たれたら避けれないっていう前提で動いた方がいいかな。ここはね、ここは何もない。逆に珍しい。さあ出たいんだけど雷が、うわうわうわ無理。いや一応ね何回かやってるこの記憶を手繰り寄せて今俺はやってるんだけど、この開発者ね思い切りやがったな畜生。なんか不可避の速攻で作っちゃえって感じでやってるだろう。絶対にノリでやってるだろうお前ら。さあこう言って、あー終わった。終わってない、まだ終わってない。でどうなんのここで。確かここは一番端っこだった気がする。端っこ全然違いましたね。3番目、2番目、ここはどうだ。ここ違う、まあ、これで2匹出てきたってことはもう私のあれは終わりってことを意味してるんですけど、さてさて。でねここはねここだったような気がするんだよね。さあそしたらまあ なんだろう、なんか青鬼が来る前にうい、ちょっとやっちまうか。うおお、どういうことだってばよ本当に。さーて星の青鬼がなんかすごいあれだったよね。なんかなんていうの、仕組まれたように来たよね。あっぶね。でこれで10秒間の間があるので、その時に関してはもっともったいないので、そうこれで一周しながらあぶね、どん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 取っていくという戦法。これが一番ねやっぱり効率がいいんですよね、まあ、ただこうやってね雷とかが周りに当てられるともうなんつうの、その逃げ道がなくなるっていう。もうだからそれに弾も速いので、くっそか、うん、チキシュー、そんないじめることねえじゃねえかよ。なんでいじめるんだよ。どいつももう仕方ねえからやるけども、やっぱねこうやって移動してる分には、雷は特に問題ないとは思うんだけど、やっぱりあれだよね、その拡散弾避けつつあと本道のところで俺の周りに雷落としてくるっていうのがマジで、ほらこういうこと。おれい、もう一回。ああ咳が出そうだ本当に。いやーあれね本当に目の前が見えてないのに通路に雷落とすのはちょっとさすがに卑怯よ。さすがにそれはねマナー違反ですよ。不可避の速攻ね。あるいや、マジで、マジで、避けられねえ、不可避の速攻、ドラゴンダイブとかしてくるのは、マジでね、勘弁してほしいな。本当に、どうすんだよって感じだからね。さあ、一回ここはやってって、うわぁ、理不尽な攻撃が多すぎる。離れてば、まあ、離れてれば、なんとかなる時もあるけど、一回ここで待った方がいいね多分ね。で確実に消えてから、すごいよね拡散弾も。
スピードだったら少なくともあれだよな、弾丸見えてから反応したんじゃやっぱこれも間に合わないから、このやっぱり視界が狭まってるっていうのをやっぱなくした方がいいと個人的には思うけどね。あー危ね、いやいやいや、お前さ、そうやって、うわー都合がいいね君。くそーやばいよ、球界のコンティニューが溶けていく本当にマジですごいよね、あれでこんだけ広いステージであんな速さでまくってさ、たまたまにはできすぎだよね本当にね。おい、なんだろう、拡散でああいう風にやるとやっぱりあんな感じになるのかな、どうなんだろう。そうね、であとこの隠し部屋の先のさところに雷落とす、雷なんていうの、暗くなってるところに雷落ちてもマークがあれなんていうの見えなくなるの、やめえ、それは無理じゃ、それはゲームとして破綻しとる、危ないんじゃ、さあここで縦に来られたら俺はやられるぞ、あー危ない、うわ、いやこれマジでたまたまだからね、これミケちゃんでこれやろうとしても無理だからね、ここね、いやーきついな、きついね、うわ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 、おいもう9回目だぞコントロール、じゃあコンティニュー、ほんとにあんだけさやってさ、何やれ今の、冗談じゃねえよ本当にどんなステージだよ、もうだからさ、これ本当にここで進んでって見えたら超反応で避けるしかないんだよね本当に。あとはやっぱりその一発見えたら次の発射まで多少ロスがあるので、それで俺の方に来ないことを祈るのみ、今のなんか完全に偶然だからね。はい、うわ、頼むよラス1だから、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 ラス、あ、いいいい、ななん、いやざっけんなよ、あそこからクリアできないのか、正面からかよ、ちくしょう、10回目、はい11回目、いやーあれ今のもひどかったなさっきの俺に目がけて本当にうーいみたいな、すごい野球ボールをあの至近距離であの大谷翔平が顔面に向けてあのぶん投げてきたみたいな感覚だったな今の、本当に何今の、バギだったらあれおい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 って言ってるよ、死ぬにゃあれやみたいな、死ぬにゃって言っちゃったよ、ちょっと可愛くなっちゃったわ、いやきついなこれ。さあこの偶然のこの拡散弾をかいくぐり、なんとかここまで逃げを押せてるけど、うわよし、うん、なるだけね、できるだけこの中にいたくないんですよ、なぜかっていうと止まってると周りに俺の周りに雷が降ってくるタイプなので、よいしょ、一マスになってかわせなくなるっていう現象が起きるので、おらーもうクリアだー、シャーレー、おい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 、なんと、シャーレー、11回目でやっとクリアしたよ、本日ここまで、いや5周年厳しいね、ニケちゃんでね、なるだけ早く終わらせようとしたけどこれだよ本当に。 OK、 こんな感じでね5周年難しいので、ぜひぜひ皆さん
出た時は試してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。